マリア福音書とヨハネとの間にあると想定されるテクストの間の関連が特別な注目に値するのは両者がマグダラのマリアに与えているそれぞれの役割によるヨハネにおける特別説教の中でイエスは弟子たちを慰めて言う心を騒がせるな怯えるなたとえ真理の証しのゆえに迫害を受けることになろうとも 真理の証はしなななければならない、とイエスは語った。イエスは、彼ら全員が一つとなるようにと父に祈り悪しき者から完全に守られることを求める彼はまた自分自身の栄光をも祈り求める一方マリア福音書では救済者が弟子たちに福音の宣教を命じたのに彼らは恐れを抱く。 しかしマグダラ・ノ・マリアが介入し彼らを慰める。泣くのはよしなさい。めそめそしないで。心を強く持ちなさい。あの方の恵みがあなた方すべてにあり、あなた方をかばってくださるのですから。むしろ私たちはあの方の偉大さを褒めたたえるべきなのです。あの方は私たちのために道を備え、私たちをまことの人間にしてくださったのですから。 これら2つの場面ではいずれも弟子たちは同じような言葉でまた同じような理由から慰めを受けている救済者は別れの旅に出ようとし弟子たちの前には迫害が待ち受けている両著作とも救済者が彼らの道を備え救済者が彼らに命じておいたことに彼らが一致して立ち向かうように彼らを一つに結びつけている あたかも父が子に栄光を与えるようにマリアは弟子たちに救済者の偉大さを賛美するこれら二つの証句を関連づけて考える読者にとって極めて強烈な点はヨハネでイエスに着せられている慰め主の役割をここではマリアが演じていることである彼女が間に入って弟子たちを慰め救済者がすでに彼らのための道を備え 護していることをを彼らに想起させるる課題を引き受けているのである後の場面でヨハネは十字架形の後主の死に心を痛めたマリアが救済者はどこにいるのと言って泣いているのを描いているそこに主が現れて良い知らせを他の弟子たちに伝えるために彼女を送るのだマグダラのマリアは弟子たちのところへ行って「私は主を見ました」と告げ またたた主から言われたことを伝えたそれから弟子たちはマリアのメッセージを裏付ける主の権限を経験する一方マリア福音書でもマリアは泣くただし救済者の出発のために泣くのではなくペトラのひどい言いがかりとそのむき出しの敵対意識が人たちの一致を崩壊させるのではないかという脅迫のために泣くのである彼女は彼らに 私は死を幻の中に見たのです。と告げ、救済者が彼女に語った言葉を詳しく述べたばかりであった。さらに最も強烈な類似点は物語の文脈である。両福音書ともマリアが死を見たこと、そして他の弟子たちに特別の啓示を与えたことを断言している。ところがマリア福音書では、 マリアの教えは信仰ではなく論争を誘発した。ペトロはマリアに救済者の言葉を語るように求めたにもかかわらず、挑戦者となって彼女の言葉の真実性に激しく異議を申し立て、彼女は泣き出してしまったのである。ヨハネはマリアのメッセージに対する弟子たちの反応を記録していないが、読者はルカをここで思い起こすかもしれない。それは、 マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたばとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。ルカは仲間の弟子たちの不信仰に女たちがどのように反応したかを語っていないが、彼女たちが涙を流して泣いたと想像して、まず差し支えない。 ルカにおいてもまた女たちのメッセージは疑いとおそらくは悲しみを引き起こしただけかもしれない。ヨハネにおける出来事の順序も宣教命令の時であるマリア福音書のそれとは異なる。ヨハネによるとイエスが弟子たちに慰めを与えるのは十字架形にかけられる前である。だがイエスは復活後にマリアに現れ、マリアはその良い知らせを弟子たちにもたらす。 しかし次の場面ではイエスが告発されたように自分たちの身にも危険が迫っていると感じた弟子たちはユダヤ人たちを恐れて部屋に閉じこもっていたその時であるイエスが彼らの中に現れあなた方に平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わすと述べるのはでこの描写ではマリアが良い知らせをもたらした後であるのに 弟子たちの恐怖はまだ消えていないなまた彼らがイエスの宣教命令にどのように反応したかも語られていない一方マリア福音書では「もっともらしい非難をユダヤ人たちに押し付けていない」「弟子たちの恐れは救済者の宣教派遣命令の結果として起こっているが救済者の幻を見たというマリアのメッセージの先である」 その意図は先に述べたように必ずしも全ての弟子たちが救済者の教えを理解しているわけでもまた福音の宣教に出ていく覚悟ができていたわけでもないことを明らかにすることにある一人マリアだけが救済者の役割を引き受ける準備ができているものとして描写されているヨハネはマリア福音書と同じ程度に他の弟子たちの教師としてのマリアの役割を主張しているように見える しかし、両者の描写は著しい相違点を示している。ヨハネは復活の主の最初の権限がマリアであったこと、及び主という信仰告白的な称号を救済者のことを指すために用いたのはマリアが最初であったことを述べているが、それはマリア福音書においてマリアが救済者を主と呼ぶのと同じである。ところが一方ではヨハネはマリアの地位を貶めている。 マリアが最初イエスを遠径と間違えその後彼の声を聞いて実際に思い出し「先生ラボに」と呼びかける場面ヨハネのキリスト論的称号の序列から言うとそれは比較的低い位置づけがほのめかされているからであるしかしながら釈義の上でいつも心痛むのはまだ昇天していないのだからすがりつかないようにというイエスの命令である 学者たちの多くはこの命令は聖霊と救いを与えるためにはイエスの焦点が必要であることをマリアが認識していなかった結果イエスにしがみつこうとしたのだと説明されるヨハネにおける問題の場面はあくまでも他の弟子たちに対してだけ証言を行うようにマリアの使命を限定し復活の証人としての彼女の権威についてはそれを男の弟子たちの 肺に位置づけるる。といいう機能を果たしている一方マリア福音書ではマリアは主が権限した時直ちに主であると認めたので主は彼女の不動の心を褒めるすでに注目したように主の出立後彼女は主の役割の多くを受け継ぎ一貫して弟子や師との模範として描かれているそれでもなおマリアの涙は我々はそう願っているのだが ペテロの言いがかりに対する強硬な反応ではないし最後の発言をしているのはマリアではなくレビであるこのことについてジェーン・シャーバークは著者はレビの言葉で締めくくり男の声によってマリアの影を希薄化させていると示唆している彼女は口を封じられ物語から消える しかしペトロに対するマリアのこうした反応が彼女に対する圧倒的なまでの肯定的描写を深刻なまでに弱めてしまうものではない涙を流して泣いたことは弟子たちの理解力の欠落と人たちの間の不一致の助長に対する彼女の心痛の表明であるとシェイラ・マッケイセンは主張する彼女の涙は弱さの印ではなくて哀れみなのであるそして結局 レビの言葉が決定的なるほどマリアは最後の言葉を述べていないが彼女の正しさが全面的に証明されている。シャー・バークでさえマグダラのマリアについて伝える全ての福音書資料の中でマリア福音書はマリアが実際に彼女自身の自己弁護のために語っている唯一のテクストであると書き留めている。 それにもかかわらず奇妙に思われるのはマリアが福音の首都的権威の代表であると仮定してマリア福音書の著者が全面的に彼女の教えに疑義を差し挟んでいることである。しかしそれならはじめマリアがイエスを天庭と見間違え触れることを禁じられたと述べることによりヨハネが復活の証人としての彼女の役割を貶めているのもやはり奇妙である。 ヨかネにおけるイエスの復活権限が肉体的特色を主張するものと考えられるとするとこの一文は驚くべきものであるというのはそれはマリアが狼狽したかあるいは復活の種が触知できない証拠としていとも簡単に片付けられてしまうからであるでこれらの驚くべき奇妙さの家にここには何か他の事柄が絡んでいるのではないかと思いたくなる。 ヨハネの研究の中でエイプリル・デュ・コニックはホメレスのオデュッセイアとのテクスト間の関連を指摘しているそれはオデュッセイアの変装にもかかわらず看護人がその足の独特の傷を見て彼であるとわかる場面である同様に殺害されたクルタイム・ネストラがエウリピレスの劇に登場する場面では彼女は命取りになった 傷跡によってて思いい出されるることを求めているまたベルギリウスのアイネイスの英雄アイネイアースは死者たちの何人かをその致命傷となった傷跡によって認識したあそこでルコニックもまたマリアとトマスを巻き込んでいるヨハ20章の復活の後の場面の意図は イエスの肉体的復活を証明することにあるのではなくイエス本人であることを立証することにあったと論じている。マリアはトマスのように傷跡によってイエスであることを認めたのではなく声によって認知したのだが類比は成り立つ。我々の場合ホメロスの物語で育った古代の読者たちのように素早くこれらのテクスト間の連関を認識できるわけではないが。 こうした認知場面は古代文学に広範囲に見られる主題である。ヨハネでは最後の決着は復活の主自身によってなされている。彼はトマスに言う見ないいのに信じるる。人は幸いであるドイツの神学者ルドルフ・ブルトマンが言及しているように真のイースター信仰は現世の領域において復活の主を植知可能な存在として信じることではない。 福音選教の権威はすでに聖霊が授けられることにより共同体全体に与えられているのであるで。このようにマリアやトマスに関わるヨハネの認知場面が信仰の根拠としての触れる見るの必要性を回避しているのと同様、マリア福音書はマリアの教えに反対する他のキリスト教徒の知戦を制するためにアンデレとペテロの攻撃を利用していると見ることができる。でその確信は 霊的復活を信じることにではなく永遠の命は内なる人間の質的転換を必要とするという主張にある救済者が天の雲に乗って到来して自分たちを救ってくれると期待するものは救済者の教えの確信を理解し損ねているだけのことであるヨハネと同様マリア福音書は人たちが復活の死を見て 聞いたことを確信しているが、それらの体験は救いにとって必ずしも不可欠というわけではないのだ。マリア福音書の著者が読者に対し、ヨハネとマリア福音書の権限物語の関連を理解することをどの程度に期待していたかは明らかでない。しかし、その関連を理解したものなら、そして確実に理解したであろう高台の読者たちにとっても、主が復活後に、 マグダラのマリアに現れて特別な啓示を与えそれによって彼女が他の人たちに教えることができたという伝承を直ちに容認することができるであろうそしてまたそれはマリアが人たちに対する使徒としての使命に必ずしもふさわしくはないというヨハネの非難を修正する機能を果たすことになるであろう